小賀塚古墳は日本の兵庫県伊丹市にある古墳。推定建造年代は5世紀後半とされる。1966年3月22日、兵庫県史跡文化財指定。現在の天ヶ崎市塚口あたりまで南北に点在していた塚口古墳群の北端に位置すると見られ、多くの古墳が宅地開発により失われた中で、ほぼ造営当時の原型を止めている。 ホタテ海式古墳である。元は周囲に万塚、掛塚、御塚、はずかの四季が倍長として築かれており、この四季と本体の古墳を合わせて五月化と呼ばれていたものが転じて五月化になったとされている。四季の倍長はいずれも宅地造成で破壊され、跡地には位置を示す石碑が建てられている。伝承では、今用地の造営を指導した行基が当地で開けこの、 冠水を祈願したとされる。古墳の頂部には、遠方9年創建とされる南神社が鎮座し、小賀塚村では長らく、高徳天皇の領母であると信じられていた。1875年に村民が政府の許可を得て、古墳を発掘した際に石組みを発見するが、作業の中断を命じられたため被装者に関する詳細は判明していない。また、 村民が求めていた領母の指定に関してはすでに大阪井祖長寮が高徳天皇領と否定されていることを理由に却下された。南神社では高徳天皇を祭神としているが、後年の調査で領母とする説はほぼ否定されており、現在では地域の豪族を被葬者とする説が有力である。1966年に兵庫県の史跡指定を受けた後、 1969年に、伊丹市教育委員会が第一次発掘調査を実施した。以後も、断続的に調査が継続されており、1999年には、古墳周辺の整備事業を行い、同年7月25日に竣工式を行った。小賀塚古墳南神社当社は、須佐能神社と共に、小賀塚村の三つの陳述社の一つで、小賀塚古墳の墳丘頂上に所在する。 本殿は木造のリアの中にあり、須佐のお神社本殿と同じ住み木を入れない一軒者、カスガ作りで建立されている。五賀塚古墳の保存、継承に取り組む五賀塚史跡保存会は、1967年に発足し、1968年には五賀塚文化財愛護少年団を結成、古墳の清掃、剪定や広報、研修活動、 小学生向けの見学会や講座を実施している。2016年時点で会員は約320人、近隣自治会と企業7社も含む。小賀塚古墳がかつて霧島筒子の名所として知られていたことから小賀塚史跡。その後、2017年に保存会結成50年を迎えるにありがとうございます。